皇位とは、本来天皇の衣替えに奉仕する女官の賞で、あったが、後に、品、尿棒に継ぐ両うの好妃の御くらいとなった。好位は、天皇の居室、寝室に立ち入ることが可能なことから好妃としての要素を持つようになり、佐賀天皇の時代に尿棒の内飼のものを指す故障となった。通常は4位、5位の位階を授けられた女性が好意となり、その所性の子は、 親戚効果の対象とされた。定員は10名とも12名とも言われているが、実数は少ない。通常は、出自が低い女性が行為とされていたが、稀に、苦行クラスの娘が行為になる場合もあり、その場合には後に、女後や中宮のに進むことがあり、その所生の子も、必ずしも、親戚効果の対象とはされなかった。現時物語には、 安ゼ時大納言の娘桐壺皇位が桐壺帝との間に光る源氏を生んだことが記されている。須ザ院の高級にいた一条を見やすどころは衣替えであった。紫式部の祖父、藤原正士の姉妹である藤原桑子は醍醐天皇の衣替えだが、皇位が置かれたのは醍醐天皇、村上天皇までで、源氏物語が書かれた時代に皇位自体はいなかった。 摂関政治期を経て、後三条天皇の時代まで、資料的には存知していたと見られている。ありがとうございます。